うわ、落石がすごいな。本当にザ落石ですね。はい、どうも、副島マックスでございます。私は今兵庫県の淡路島、南淡路市におります。前回ね、ラーメンを食べまして、また海沿い走ってね、ちょっとまた、山走って帰ろうかなということで、今海ゾーンを走ってるとこです。かなり気持ちいいです。かなり気持ちよく走ってます。これ桟橋まで行けるな。寄り道ですね。いやー、これうわー、飛び出しそうだよこれ。いやー、飛び出しそうだけど、うわー、すごいとこまで来れるぞ。面白い。いやー、素敵。いやいやいや、かっこいい。いやー、あ、きれい。海きれいです。やっぱり海きれいです。これこういう感じ、めっちゃきれい。怖え。そこまで見える、綺麗ですね。あー、すごい。さあさあさあ、寄り道をかましてるとね、時間が結構ね経っちゃうんだな。いやいや、あまりにもね、なんかいい感じやから思わず寄り道しちゃうんですけども、はい、抜いてー、はい、抜いてー、はい、抜いてー。バイクでしたな。気持ちいいでしょうな、今日はな。あ、まあ私もそうなんですけども。さあ、ここを曲がるんだね。よしよし。このね、ここに行こうと思ってるんですね。この龍角、なんて読めない、ここです。この神社行こうと思ってます。おー、登りますね。すごいな。いや、すごい道になってきた。これはなかなかすごい道になってきたぞ。わあ、すごいとこ登ってます。これ、ん？こっちか、こっちか。うわ、すごい、道が荒れてきました。舗装がワンランクちょっと変わっちゃいました。レベル上がりました。なんか、とりあえず舗装しましたっていう道ですね。よいしょ、舗装されてあるだけマシでしょみたいな、そういう道です。いやいや、もちろんその通りです。舗装されてあるだけでどんだけ楽か、歩きやすいか、走りやすいかですよ。そりゃあと1キロ、看板が出ました。あと1キロと。よいしょと、頑張ります。カーブミラー欲しいな。カーブミラーないんだよな。おお、すごいな。いや、すごいとこ走ってるぞ。もうすぐですね、この上ぐらいか。あ、なんかそれっぽいな感じ。駐車場あり。あー、ここですね。あー、ここだ。おー、すごい立派、素晴らしい。あー、ここが駐車場ですね。じゃあここに置きましょう。さあ、山の方まで来ましたんでね、さらに山を抜けます。うわ、暗い。もう4時です。暗いな。暗いというか、やっぱり山ですからね、言ってもね、そら暗いよね。暗くなるよね、もう日も暮れてきてますからね。はい、ですがもう一走りしようとね、この山を越えて向こう側抜けて帰ろうかなと、そういうルート選択をねしております。けども けどもどんな道かな。まあまあ、このまま山かな、ひょっとして。まあ、せっかくですからね、登ってきたからただ降りるだけで。あー、綺麗ね。いや、綺麗ね。すごいな。いやー、素敵、神々しい景色です。いやー、すごい。ん？これは？これどっち？
まあ、まっすぐか。え、まっすぐ、ほんまに。なんか路面がそのあのいわゆる、未舗装路ですね。ちょっと調べようか。合ってます？合ってますね。舗装されてないとは思わなかったな。いや、ここだけかな。どうなんだろう。いや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 、うわうわうわ、アドベンチャーになってきたよこれ。うわ、そうかそうか。もうこれ林道なのかな。うわ怖い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 。完全にオフロード。やばい、これオフロードだった。ちょっといよいよいよ、こんな道なの。こんな道で何キロも続かないよね。いやすごい。うわこれ、いや林道だな。林道ダンスだなこれ。いや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 、おわ、あーよかった、こっから舗装されてる。よし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 、そう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 。うわめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、すごい。うわーめっちゃすごく綺麗なところだった。ははー、すごい。こういうくらいで続いてくれるといいな。未舗装路になるとね、ちょっと本当に不安でしょうがない。うわでも、いや気持ちいいね。これはこれ楽しいですよ。たまにね、舗装路がなくなりますけども、それもまたよしと。ほらほら、なくなる。ほら、だからこれパートタイム舗装道路ですな。これはかなり面白い道だね。っていうか、こんな道だとは、こんな厳しい道だとは思わなかった。うわ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 。もう、あのね、僕ね、今カブにスタンディングしてますよ。オフ車みたいな感じになってますけども、いやー緊張感あるな。今日もまた緊張感あるな、この道、このアドベンチャー、このカブベンチャー、緊張感ございます。うわ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 。いやしかしこれ厳しい道ですよ。おいしゃ、厳しい戦いですよ。アドベンチャーですね。いやー、結構深かった。こんなとこでね、あのブレーキし損ねて曲がり損ねて吹っ飛んだら終わりですからね。あらゆる意味でいろんなものが終わってしまいますからね。気をつけないと、ステディに行かないといけません。そう、カブベンチャーはね、冒険なんですけど、危険はやっぱり極力犯さない方がいいんですよね。危険は犯さない。カブベンチャーっていうのはね、もちろんアドベンチャーで あって、冒険であって、ある程度危険は伴いますけども、無理はしない、命を大切に諦めることも大事みたいなね、そういうモットーでやっておりますので、何しかね、家に帰るまでがカブベンチャーですからね。家に帰るまでがカブベンチャーです。皆さんもカブベンチャーをする際には、家に帰るまでがカブベンチャーだと思って、しっかりお家に帰るまで安全運転でお願いします。もちろん私も安全運転で参りますね。原付二種共カブ州の、艦長としてこれから頑張るつもりですけども、競技としてもやっぱ無理をしないとかね、落木落石が無理をしないとか、攻めないとか、安全にとかね、そういうのを大事にしていきますのでね。落石がすごいです。落石すごい。いや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 、うわすごいとこ走ってるよ私。うわ落石がすごいな。本当にザ落石ですね。うわここもだ。落石もうというかあれですね、斜面が崩れてるんですね。崩れ出してるんです。その石が転がってきてる。これはなかなか厳しい道ですね。いやー緊張感あるな。気が抜けないですね。なかなかこうピッとしてますね、ずっと。まあ気温がちょっと低くなってきたのもあるんですが、ピッとしたまま走ってますよ。まあここはね、ちょっとやっぱ気を抜いて走ってはいけない。ある程度こうちゃんとこう見ながら、道路状況をねちゃんと捉えながら走らないといけません。
おーすごいな。あ、だいぶ降りてきましたね。標高が低くなってます。森の中を走っております。あー綺麗。わーすごいな。うわすごい、湖に出たぞ。湖なのかダムなのか、すごいな。うわ綺麗。うわすごい素敵。今ちょうどマジックアワーだから。うわ綺麗だ、すごいな。うわすごい、こういうとこ出るんだな、すごいな。うわ綺麗。うわ綺麗、すごい、すごいとこ出た。うわ綺麗だ。うわーすごい綺麗。びっくり、こんなとこ来ると思ってなかった。すごい綺麗だね。これダムかな、ダムっぽいですね。しかもなんか趣深いですよ、すごく。橋が、橋っていうかこれは、これダムでしょ。え、ダム、橋、ダムですよね。お、ダムだ。あ、書いてある、上田池って書いてますね。ため池か。1915年、なんとこれすごいな。うわすげえ。ちょっと行ってみましょうか。うわすごいとこだこれ。素晴らしい、これは素晴らしい。いやこんな景色に出会えるなんて、うわーすごい、これはすごい。これダムですよ完全に。これね、こう古いダムなんですね結構ね。すごいな。いやまさかこんな景色を見れるとは思ってなかった。すごかったなあ、んなところあるんだね。というかいや予想外でした。全くね予想してなかったんで、こういう道なんて。いやすごい出会いだったな。最後の最後でものすごい感動的なエモーショナルな風景を見て感動しました。本当に感動しました。ありがたいな。はい、というわけで、本日はね南淡路の方を走ってみました。もしよかったらチャンネル登録してください。コメントも高評価もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。副島くすでございました。またお会いしましょう。バイバイ。うわいや感動した。Música, música, música.